大親友の彼女の連れ美味しいパスタ作ったお前家庭的なマグルがタイプのオーレヒチョメボーレ、れ大貧民負けてまじぎれする男は DV の気質があるので付き合うのは控えましょう福岡のね展示にあるベローナってお店の鮭クリームパスタっちゅうのがねもうめちゃくちゃうまくて味もそうなんだけどもう中毒性がすごいのよ 食食べべてて家帰っったたたらまた食べたくなってるのよこれ多分鮭じゃなくてシーって言ってるねっていうのは冗談なんですけどでも間違いなく依存性のある味ですそして何より中毒者の行き着く先は密造ですねもちろん老舗のイタリアンなんでレシピを聞くなんて野暮なことはできません自分の味覚と嗅覚を頼りに密造します水 500ml に対して白ワイン 50ml シル、鮭フレークスプーン1杯に塩二つまみ こいつでパスタをフライパンで茹でてくんだ。代用できる材料はねえぞおしゃべりはやめだ。湧き上がる前に鮭フレークをスプーンでほぐしちゃれ。鮭フレークは細かければ細けいほどええぞ。パスタはだいたい80グラムくらいだ。普通の手の大きさのメスマグルが、人差し指と親指で輪っかを作った時くらいの太さでええ。パスタ用の皿はあらかじめレンジで温めちゃけ。 皿があったけえだけでお店感が増すんだ。ええかお前さんたち。茹で上がり1分前は強火だ。水分が飛んだら一旦火を消しとけ。そこにパルメザンチーズをドバーッとかけちゃれ。ねえ奴は粉チーズでもええぞ。だいたい大さじ2杯くらいだな。生クリームも遠慮することはねえ。梅えパスタには生クリームがたくさんかかっちょる。また火をつけて湯気が出てきたらすぐに火を止めるんだ。フライパンを折って全体を馴染ましたら、あっちゅう間に完成ってわけだ。 この後どうだお前さん。いやらしかろう俺はさらに高く盛り付けちゃおるが。お店の鮭クリームパスタはそんなことはしてねえ。これは俺のエゴっちゅうこった分量は概要欄にも書いちあるから、作り手やつは見てみるとええ。福岡で一番うまいイタリアンの鮭クリームパスタ。 ほぼコピななんだよなマジでしいて言うなら鮭の香りがお店のに比べてちょっと弱いかなくらいお店がいい鮭使ってめちゃくちゃほぐしてるのかいい鮭フレーク使ってるのか私がほぐしきれてなかったのかは理由はわからないですけどでもかなーりいい線いってるんでこのレシピ。 再現してみてください。めちゃくちゃ簡単なんで、フライパン一つでできるんで。で、福岡来たら、もつ鍋、水炊き、豚骨、ラーメン、鉄鍋、餃子に目もくれずに、イタリアンを食べに行くと、ベローナに。マジでうめえ密造しちまった。うめえうますぎちゃる。うん、うますぎて、バックビックになっちまうかもしれねえ。嘘だ。人間はヒップグリフになんかなれねえ。ちゅうことで、我れ、よからぬパスタを密造したものなり、お食事完了。